タイトは、講義には鈴木メ目タイカの総称。競技には、イカのマダイを指す。日本では、一般的に高級魚として認知されている。タイカには、マダイの他に、黒大、木大、地大、ヒレコダイ、台湾大、赤レンコなどが含まれる。さらに講義には、タイカ以外の魚でも、扁平、大型、赤っぽい体色、白身などの特徴を持つ魚には、ダイと、 和妙がついていることが多く、この場合、大化とは分類上遠い魚もいる。天台、金時台、石台などは、大化と同じ鈴木アーモクだが、エボシ台などは鈴木目の別アーモク、金目台、アコウダイ、マトウダイなどは、目のレベルで違う魚である。このように和妙にタイと名のついた魚は200種以上も、いる。極端な場合には、淡水魚のティラピアを、 その学名ティラピアに色地下から地下台などと命名したり、泉台と称して販売されていたこともあった。こうしたものは、あやがり台などと揶揄される。タイの塩焼きタイの姿作り、ひまかじまの民宿にて縁起物として正月に供される、タイ刺身、昆布締め、塩焼き、煮付け、蒸し焼き、干物、混ぜご飯など、様々に調理される。食通の間では、 唇の肉や頬肉、釜などが特にもてはやされる。表面が非常に頑丈な鱗で覆われており、ヒレの棘が固く危険であることから、捌くのに苦労を要し、家庭で調理する場合は購入する、鮮魚店であらかじめ捌いてもらった方が良い。捌かない一匹丸ごとの状態は、お頭付きと呼ばれ、奉納といった神事や、結婚式等の刑事で使われる。日本では、 非常に馴染みの深い魚で赤い色がめでたいとしてお祝いの席でよく出る。そのため七福神の一人エビスは釣竿でタイを釣り上げた姿をしている。神道では重要な地位を占めており、観光葬祭等の祭礼に欠かせない。考古資料として縄文時代からタイの骨が出土しており、日本列島では古来より重要な食用魚だったと思われる。さらに、 江戸時代になると、魚はもっぱら海のものが食され、将軍家でも鯛が喜ばれたため、大意と当てじをされ、もてはやされた。鯛の頭部を用いた料理に、カブトニがある。カブトニの調理に際して鯛頭部を縦に切断する、ことを、なし割と呼び、なし割は、カブト割とも呼ばれる。一方で、カブトニ、カブト割の故称は、江戸時代の料理書に見られないことや、カブトを割れるが、 仏家社会において、縁起の悪い表現であるとする観点から、カブトに、カブト割りの故障は明治以降のものとする説もある。タイの大海面に浮上したマダイの群れ、特別天然記念物大の裏体生息地にて。文部科学省、日本食品表準成分表2015年版、厚生労働省。 日本人の食事摂取基準海の豆知識ボリューム47対公益財団法人海洋生物環境研究所海の博物館ボリューム32ナンバーワン P 四4から5鈴木克美東海大学社会教育センターウェブハット ABC 岡島隆史マダイ東部の解体法について解体手順と調理法の推定マイナス動物考古学第21号 92、大場秀明、東大講座スシネタの自然史日本、放送出版協会2003年 ISBN41 億4080万8276ピアニッシも133から135スローに楽しく服探し、タイの9つ道具、日刊水産経済新聞、2018年6月27日閲覧、エゴミチコ、隠居大名の江戸暮らし、 吉川博文館、1999年、130ページ、ISBN4 から642から05474、X、ありがとうございます。